長いナイフの夜事件とは、1934年6月30日から7月2日にかけて、国家社会主義ドイツ労働者党が行った、突撃隊などに対する粛清事件である。粛清は正式な法的措置を取らずに行われ、エルンストレームら SA 幹部、ナチス左派の領収だったグレゴール・シュトラッサー、元首相で名誉階級陸軍大将のクルト・フォンシュライヒャーなど、 党内外の人々多数が裁判を経ずに殺害された。他、党の権力争いと直接関係のない人物も、粛清執行の当事者の支援などにより、犠牲となった。当局の公式発表によると77人が死亡したことになっているが、116名の死亡者の氏名が明らかになっている。亡命ドイツ人の発表では1000人以上という数値も、主張されている。 事件名は、五世紀ウェールズでのザクセンジニ傭兵による、ブリテンジニへの宴席での騙し討ちにちなむ。レ夢ムと、副官ハンスフォンシュプレーティバイルバッハ伯爵。両名とも粛清される。1933年2月。突撃隊は、ナチス党の紙兵部隊であり、バイマル共和制時代には、共産党の紙兵部隊、赤色戦線戦士同盟などと殴り合いをしていた。 ベルサイユ条約で兵器保有制限を課されていたドイツ正規軍、国軍からも右翼政党の武装組織として期待され、武器などの供給を受け、かなりの武力を保持していた。ナチスの統制拡大とともに突撃隊も巨大化していき、ナチ党が政権を掌握した1933年には、突撃隊は総員400万人、内武装兵士が50万人の規模であった。 これは国軍における陸軍将兵10万人の5倍にも及ぶものであり国内最大規模の武装集団であった1931年以来突撃隊を指導していたのは突撃隊幕僚長エルンストレームであったレーム以下突撃隊員の多くがナツスの政権掌握後突撃隊を新たな正規軍とすることを望みそれに関する独自の構想も持っていたレームは ヒトラー内閣で自らが国防大臣として入閣できるものと信じていたが、期待に反して当初彼は閣僚には加えられなかった。ヒトラーへの失望が大きかったレームは、公然と第二革命を唱えてヒトラーや軍部を攻撃するようになった。レームの性敵であるヘルマンゲリング指揮下のゲシュタポは、レームを徹底的に監視し、その反ヒトラー的言動を 地区一ヒトラーに報告した。ヒトラーは、長年の同志であるレームを粛清することは避けたいと、考え、当初は、レームの怪獣を狙った。1933年12月1日に、無人諸大臣として閣僚に加えたり、勲章を与えるなどしていたが、これらは、レームと突撃隊の独自路線を抑制するには、至らなかった。1934年代になると、 レーのヒトラーへの攻撃的姿勢は、さらに明らさまになった。部下の突撃隊員たちも、各地で第二革命を叫び、プロイセン的な価値観やユダヤ教、キリスト教などのドイツの伝統的宗教を盛んに、攻撃し、軍部などの保守層と敵対した。彼らは酒を飲んでは、街中で暴行を振るっていたので、ドイツ国民の評判も悪かった。 レーを中心とした突撃隊一派がヒトラーや軍部に対して反乱を企てているというデマが流れた。事態を重く受け止めたパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領はヒトラーが処置を下さない場合には大統領権限で戒厳令を布告して軍に処置を下させるとヒトラーに通告した。首相権限の軽外化を恐れたヒトラーがついに粛清を決意したものと見られる。 しかし、レー自身には反乱の意思はなかったとされ、プロイセン州首相ヘルマン・ゲーリング、新衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラー、新衛隊諜報部長官、ラインハルト・ハイドリヒの3名が、レーの反乱計画を捏造したのが真相であると、される。エルンストレームは、貴族やユンカーが幹部を占める今の正規軍、国軍では、ベルサイユ条約を打破して、 再軍備が叶ったとしても、結局、旧プロイセン王国的な旧式軍隊にしかならず、近代戦争に対応できる軍隊にはならないと考えていた。彼が理想とするのは国民軍の形態であった。突撃隊は5つの突撃隊上級集団と18の突撃隊集団で構成され、国軍の五倍に当たる兵力を保持し、軍隊と同等の規律を有し、その指揮官たちは、 元将校たちで占められていた。いつでも国軍にとって変わることができる状態であった。軍部は突撃隊を警戒しつつもはじめは利用を考えた。国防省軍務局長、バルターフォン・ライヒエナウ少将は突撃隊を東部の国境警備の民兵にしたり、国軍の予備戦力にしたりするため、突撃隊と接触し、1933年5月には、 突撃隊と国軍はその旨の協定を結んでいる。協定では突撃隊は国軍の管轄下になるはずであったが、レームはやがて東部国境での独立的な指揮権と武器庫監督権を主張するようになり、国軍と対立を深めた。1934年2月にレームは国防省に覚書を送ったが、内容があまりに過激であったため、国防省、 ベルナーフォン・ブロンベルク上級大将は、司令官会議の席上、レームが、全国の国防組織を SA の参加に入れ、国軍を、ただの訓練機関にしようとしている。と結論するに至った。このため、ブロンベルクはついに、ヒトラーの最下を仰ぐこととした。ヒトラーとしても、軍との連携を必要不可欠と考えており、 そのためにも、レーと SA の処遇を決定する必要があったが、レーの粛清に乗り気でないヒトラーは、まずは、国軍と突撃隊を和解させようと試みた。1934年2月28日、ヒトラーは、ブロンベルク以下国防省幹部とレー以下、突撃隊幹部を国防省に集め、両者に和解を求めた。二人はヒトラーを前にして、 ドイツの唯一の武装兵力は国軍であり、突撃隊は軍事活動の準備や補修訓練に当たることで合意し、一応握手をした。しかしレームたち突撃隊幹部が協定を守る様子はなく、引き続き国軍と突撃隊の睨み合いが続いた。以降ライヒエナウなどの国軍幹部は突撃隊の粛清を企む親衛隊に接近して、 粛清の準備に協力することとなる。1934年4月頃から真っ先に突撃隊の粛清を計画していたのが新衛隊であった。新衛隊はこの時点では突撃隊の下部組織の一つに過ぎず、新衛隊全国指導者であるハインリヒヒムラーは、ヘルマン・ゲーリングからようやく下下ポ長官代理に任じられて実質的指揮権を譲り受けたばかりであった。 ゲシュタポの指揮権をヒムラーが譲り受けたとは言っても、まだ、プロイン州における、ゲーリングの警察権力は巨大であり、親衛隊がさらに勢力を拡大させるためには、ゲーリングと密接な関係を保つことは不可欠であった。しかし、ゲーリングとレーは、性的の関係であったから、そのためにはまず親衛隊が、レーの突撃隊から独立することが必要であった。 そのためには突撃隊を骨抜きにして弱体化させねばならなかった。親衛隊の中でも最初に突撃隊幹部の粛清を立案したのは親衛隊一長部部長ラインハルト・ハイドリヒであった。しかし、これを実行に移せば突撃隊と親衛隊に深い溝ができる上、またヒムラーにとってレーは長い間世話になり尊敬の対象としてきた人物でもあり、 ヒムラーは、この計画には、簡単には首を縦には振らなかった。ハイドリヒは、時間をかけて、ヒムラーを説得し、ついにヒムラーも突撃隊幹部の粛清を決断した。ヒムラーも一度決断した後は、粛清にためらったり、手心を加えることはなかった。粛清対象者のリスト作成の実質的責任者は、計画者であるハイドリヒであった。 ハイドリヒはこれを機に突撃隊に限らず反ナチ分子をまとめて粛清しようと企み、突撃隊以外の名前も次々とリストに加えていった。ゲーリングはナチス政権の誕生後、プロイセン州内相となり、ケシュタポをはじめとするプロイセン州警察を指揮していた。しかし突撃隊員の警察高官たちの持つネットワークはゲーリングの指揮権を常に脅かしていた。 また、国防軍総司令官の地位をめぐってレ夢ムは潜在的なライバルであった。レ夢ムは、公の場で、ゲーリングを、反動のゴンゲなどと呼んで批判するほど二人は、仲が悪かった。ゲーリングは、航空省に調査局という組織を作り、彼らに電話盗聴を行わせることで、突撃隊幹部やその他の政敵の動きを、監視していた。当時のドイツ政界では、 引退を余儀なくされた、クルトフォン・シュライヒャーゼン首相、陸軍中将が、政界復帰を画策しているという噂が流れていた。それによると、シュライヒャーは、レ夢ムや、かつてのナチス・サハ領州で党を除名された、グレゴール・シュトラッサーと接触しており、自らは、政敵のパーペンに代わって、 副首相として入閣、レーを国防大臣にした上で、s a を陸軍に合併させる計画があるという内容だった。また、閣僚名簿と称して、具体的な候補者として、外務大臣にブリューニング元首相、経済大臣にグレゴール・シュトラッサーといった名前が出回っていた。この噂は根拠のないものだったが、ヒトラーに粛清を決意させ、また、 国防軍の協力を得るには、格好の内容であり、親衛隊、ゲーリング双方に利用された。そして、名前の上がった人物は粛清リストに加えられていった。5月末の段階で、シュライハーとブリューニングのもとに暗殺の危険があると情報が伝わっており、ブリューニングは出国して、難を逃れたが、シュライハーは、ベルリンから国内のバイエルンに旅行に出かけただけで、6月には、 ベルリンに戻ってきていた。1934年6月30日に逮捕され、ミュンヘンのシュタデルハイム刑務所に連行された、s a 主要幹部のリストバイエルン州6月30日に、入ったばかりのシニア、ヒトラーは、ヨーゼフ・ゲッベルスや、ビクトール・ルッツェスウェー大将を伴って総統機で、ベルリンを立ち、バイエルン州ミュンヘン郊外のオーバービーゼンフェルトへ、向けて飛んだ。 着陸後ヒトラーは直ちにバイエルン内務省へ移動した。ここで、自らビルヘルム・シュミット SA 中将とアウグスト、シュナイト・フーバー SA 大将を逮捕した。さらにヒトラーは午前5時半頃に、レームたちが滞在しているバートビース税の保養クラブ、ハンゼルバウアーへ向かった。ディートリヒの大部隊はまだ到着しておらず、ヒトラーは待たずに、 手勢の親衛隊員たちを率いてこのクラブハウスへ突入。レームの部屋に押し入った。ヒトラーはびっくりして飛び起きたレームに拳銃を突きつけて、裏切り者と言い放った。レームは即座に否定したが、ヒトラーは、逮捕するから着替えろと命じて、後を部下に任せて、部屋から出て行った。続いてヒトラーは、エドムンとハイネスへスエ大将の部屋に押し入った。ハイネスは、 同性愛中であったという。ハイネスをルッツェに任せてヒトラーは次の部屋へ、次の部屋へと押し入っていった。ハイネスはルッツェに、ルッツェ、俺は何もしていない。助けてくれ。と叫んだが、ルッツェは、俺は何もしてやれない。俺には何もできない。と返したという。逮捕に抵抗する突撃隊幹部は一人もおらず、逮捕された突撃隊員たちは、 シュターデルハイム刑務所へと移送された。陰謀の本拠地はあっさりと片付いた。この後、連絡を受けて、ミュンヘンから到着したレ夢ムを守る、幕僚長護衛部隊が、この保養クラブに到着して一時緊迫したが、ヒトラーの鶴の一声で、幕僚長護衛部隊は、ミュンヘンへ期待していった。ミュンヘンへの帰と、ヒトラーは、不審な突撃隊の対抗者を停止させ、登場していた。 ペーター・フォン・ハイデブレックへスウェー中将を逮捕している。ヒトラーは午前10時ごろ、国軍が非常戦を張るナチ党本部、褐色の家に到着。ゲッベルスに、ベルリンにいるヘルマン・ゲーリングに対して、八チりの合図を送らせた。バイエルン州国家弁務官、フランツ・フォン・エップは、レームのかつての上官であったこともあり、エップは、 レーを軍法会議にかけるべきだとヒトラーに訴え出たが、ヒトラーは却下した。バイエルン州法相ハンス・フランクも裁判もなしで、レーを銃殺することには、反対する意思をベルリンから召集されていた。副総統、ルドルフ・ヘスに伝えたが、ヘスにより却下された。ヘスは、レーの粛清にはやけに熱心で、相当、レーの射殺は私にお任せくださいなどと名乗り出る。 始末だった。12時半になってようやく、ヨーゼフ・ディートリヒが、褐色の家のヒトラーの前に姿を現した。ヒトラーは到着の遅れを叱責しつつ、すぐに、舞台のうちに子中隊を、ピオニア兵舎へ移動せよとディートリヒに命じた。ディートリヒは、命令を果たして午後2時半ごろに、褐色の家に戻ってきたが、この後、3時間ほどヒトラーの部屋の隣室で待たされた。 ヒトラーは、引き連れてきた側近たちから誰を射殺するべきか聞いて、考慮中であった。この時にヒトラーはルッツェにも話を振ったが、ルッツェは、自分は、誰が批判されるべきかも、誰が、レーの共犯かもわかりませんとだけ答えて、誰の名前も出さずに静かに部屋を退出していったという。午後5時頃マルティン・ボルマンが部屋から出てきて、 隣室で待機中だったディートリヒを部屋に招き入れた。ヒトラーはディートリヒに、弊社へ戻って、将校1名と、兵6名を選び、シュターデルハイム刑務所にいる、次の SA 将校たちを銃殺せよと命じた。ボルマンから手渡されたリストには、SA 大将エドムント・ハイネス、SA 大将アウグスト・シュナイト・フーバー、ハンス・ペーター・フォン・ハイデブレック、SA 中将、 ビルヘルム・シュミット、SA 中将、ハンス・ハイン・ SA 大佐、ハンス・フォン・シュプレーティヴァイル・バッハ伯爵の6名の名前があった。この時点ではヒトラーは、レームの処刑は見送っている。ヒトラーはこの後、すぐさま、ミュンヘンを経って、ベルリンへ戻っていった。ヒトラーは、ミュンヘンを経つ際に、レームはその功績に免じて許したと述べたという。一方、ディトリヒは、命令を受けた後、 直ちに副官のヨシアス・ツー・バルデック・ピルモント、SS 中将を、シュターデルハイム刑務所へ派遣して、刑場の準備を始めさせ、さらに6時頃には自らシュターデルハイム刑務所を、訪れた。6人の突撃隊員が、特防から引きずり出されて、中庭の刑場へ連れ出された。シュナイト・フーバーは、ディートリヒの姿を見つけると、ゼップ、一体どうしたというのだ 我々は無罪だ。と叫んだが、ディートリヒは、総統権首相は、機関らに死刑を宣告された。ハイルヒトラー。と返すだけだった。一人ずつ刑場へ連れて行かれて、その度に、新衛隊将校が、総統権首相は機関に死刑を宣告された。刑は直ちに執行されると宣告した。ディートリヒは、シュナイトフーバーの番が来る前に退散したという。ディートリヒは、 もうたくさんだったと語っている。また、バイエルン州でも突撃隊以外の人々も殺されている。ミュンヘン一機の裏切り者である、元バイエルン総督、グスタフ・フォン・カールもその一人である。カールは、新衛隊員により斧で斬殺されてその遺体は、ダッハウ強制収容所の近くの沼地に捨てられた。プロイセン州での粛清6月30日午前10時頃。 八鳥の合図を受けたゲーリングは、ベルリンでの粛清を開始した。ベルリンでの粛清は、プロイセン州首相兼内相ゲーリングのほか、ゲシュタポ監察官及び長官代理ハインリヒヒムラー、ゲシュタポ局長、ラインハルトハイドリヒラによって主導された。カール・エルンスト SA 中将はじめと次期体幹部150人が、次々と検挙され、ベルリンのリヒターフェルデ士官学校に連行されて、 そこで、ゲーリングが選び出したものが、次々と銃殺されていった。ナチ党政権の樹立を妨害した前首相、シュライヒャー中将は妻ともどもゲーシュタポによって、自宅で殺害された。カトリックの、ハンナチ派の運輸省官僚、エーリヒ・クラウゼナーは、運輸省内の執務室で、ハイドリヒの放った、SD 隊員に頭を打ち抜かれて殺害された。グレゴール・シュトラッサーも、 ケシュタポの交近所へ連れて行かれ、そこで、親衛隊員に、背後から撃たれて殺害された。パリの亡命者に出回っているハンナチ書籍、ドイツ国防軍将軍の日記の著者と疑われていた、フェルディナント・フォンブレドー少将も、何者かに頭を打ち抜かれて殺されている。フランツ・フォンパーペンも危ぶまれたが、ゲーリングの庇護で、命だけは助かった。しかし、 パーペンの秘書は殺されている。これに乗じて、各親衛隊幹部は、個人的な演佐による殺人も起こした。特に顕著なのが、エイリヒフォン・デム・バッハツレウスキーによる、アントン・フォン・ホーベルクブー男爵の殺害であった。アントンも親衛隊員であったにもかかわらず、かつてアントンが、デム・バッハツレウスキーの副官をしていた頃に、個人的に彼と折り合いが悪かったというだけで殺される。 こととなった。シュライヒャーは、軍部が排出した首相であっただけに、彼を銃殺したとなると軍部から反発があるのでは、ないかというナチ党幹部の心配をよそにその日の午後には、早々に、国防将軍無局長、バルター・フォン・ライヒエナウ将軍が、この数週間、元首相退役大将フォン・シュライヒャーは突撃隊の、反国家的グループを呼び、 国外の団体と共振的な関係を続けていたことが明らかとなった。警察の逮捕に際して彼は武器を持って抵抗した。銃撃戦のために彼と彼の妻は致命傷を負ったと嘘の発表を行って粛清を正当化している。レームの処刑6月30日が終わっても突撃隊。爆料長レームは未だミュンヘンのシュターデルハイム刑務所に投獄されたまま。 生かされていた。アドルフ・ヒトラーが唯一お互いに、お前と呼び合う、仲の同士であるレーの処刑に、最後のためらいをしていたためだった。しかし7月1日正午前にはヒトラーも、ゲーリングとヒムラーの説得に折れ、ついにレーの処刑を決意した。ダッハウ強制収容所所長テオドール・アイケに連絡し、レーに一度自決の機会を与えた上で、処刑するようにと命じた。 午後3時頃アイケは、部下のダッハウ副所長、ミハエル・リッペルトを引き連れて、シュターデルハイム刑務所のレームの独房を訪れた。アイケは、あなたは死刑に処される。相当は、最終決断のための機会をあなたに与えたと宣告し、レーム捕を報じるナチ党機関士、フェルキッシャー・ベオバハター紙と受血用の一発だけ玉の、入った拳銃を置いたが、レームは、 俺を殺すというなら、アドルフ自らがやるべきだと反論した。二人は独房を後にしたもののいつまでも銃声がしない。ため、相手たちは再度レームの独房に戻った。相手は、リッペルトにレームを撃つよう命じ、リッペルトが、レームに向けて二発発砲した。倒れ込んでなお息があったので、もう一発胸に打ち込んで殺害した。それ以外の処刑レーム殺害は処刑再開の。 合図であった。7月1日から7月2日の明け方にかけて、監獄などで投獄されていた者たちの銃殺が続いた。7月2日明け方、コロンビアハウス強制収容所では、SA 中将、カール・シュライアーが処刑の時を待っていたが、銃殺場のリヒター・フェルデへ連れて行かれる直前に、親衛隊将校が慌てた様子でやってきて、やめろ。相当は、 銃殺刑を中止するとヒンデンブルクに宣言された。と叫んだため、命が助かったと後にシュライヤーは証言している。7月1日には、ブロンベルク国防省が非常事態宣言を解除した。ヒンデンブルク大統領とブロンベルク国防省が、ヒトラーに感謝の意を表明した。7月2日には、ヒンデンブルク大統領の署名付き祝電がヒトラーに送られる。 ゲーリングは粛清関係書類の焼却を命じた。7月3日には緊急閣議が開かれた。ブロンベルク国防相がグムを代表して、ヒトラー首相に賛辞を捧げた。副首相、フランツフォン・パーペンのみが自分が自宅監禁を受けたことと自分の報道秘書が殺されたことを、ヒトラー首相に抗議した。パーペンは辞職を表明したが、ヒトラーは却下した。 またこの閣議において、粛清を法的に正当化するための法案、国家緊急防衛の諸措置に関する法律を交付させた。1934年6月30日、7月1日、及び7月2日の反逆及び、売国行為を鎮圧するために取られた諸措置は、国家緊急防衛として正当なものとするというたった1以上の文からなる法律であった。 なおこの法律に関して、訴求法の禁止の原則に触れるのではという疑問も提されたが、政府は、反乱の鎮圧は、国家の当然の権利であり、当たり前のことを、念のため確認しただけの法律であるとして、訴求の禁止には該当しないとした。事件のおよそ2ヶ月後の1934年9月に、開催された、ニュルンベルク島大会で、 戦没者記念堂に拝礼するヒムラー、ヒトラー、ルッツェ対立組織を排除させることに成功した。国軍は、ナチ党への完全な協力を約束し、ヒトラーの主導権が確立した。国軍は再軍備の上で、国防軍に再編され、戦争への下準備の一つがなされることになった。市民の間でも、暴力沙汰や同性愛などで突撃隊への評判は、悪く、 祝清はむしろ好意を持って迎えられた。しかし、召喚であった、シュライハーやブレドの死は国軍に少なからぬ衝撃を与えた。ヒンデンブルクも調査を要望したが、側近グループに説得され、祝伝に署名するほかなかった。陸軍長老である、アウグスト・フォン・マッケンゼン元帥も、直接ヒトラーに抗議したが入れられず、 7月20日には28人の将校と連名で、ブロンベルク国防省ゲッベルス宣伝省ノイラート外相、ロベルトライラを免職し、軍事失勢を要請する書簡をヒンデンブルクに送った。閣下は過去に3度までもドイツを崩壊から救いました。閣下今一度ドイツを救ってください。と、切実な内容であったが、彼は何の対応も取らなかった。 これについて、ジョン・トーランドは、側近が手紙を見せなかったものと推測している。メンツを潰されたと感じた軍人たちは、ナチ党に協力的なブロンベルクを、ゴムのライオンと、別称するようになった。突撃隊上級指導者であったビクトール・ルッツェが、レーの後任として、SA 最高幕僚長に就任し、突撃隊とヒトラーを前にして、完全な忠誠を誓う演説を行っている。 またこの頃まで、形式的に突撃隊の参加にあった、新鋭隊は、名実ともに独立した組織となり、囲碁等の重要な組織として、拡大を続ける。突撃隊は勢力を失ったが解散することはなく、国防軍入隊者への強烈や大艦区の布告の補助、等を敗線まで行った。しかし、戦時中も新鋭隊と突撃隊は、幾度となく、 対立を起こし、両者には消えることのない因縁が残った。欧米各国のメディアは一斉にヒトラーの行為を非難した。民主主義諸国ではヒトラー一派が非合法的な手段で政敵を排除したことが政権の不安定さを示す兆候であり、ナチス政権は崩壊間近だとする論調が支配的だった。ファシズム体制のイタリアにおいてすらムッソリーニが 一連の行為は乱暴で残忍なやり方であり、容認することはできないと避難声明を出した。避難一色の中、唯一ソ連のみが事件に対し肯定的な反応を示した。スターリンは1934年7月事件の直後にクレムリンで行われた政治局会議で事件に触れ、 性的を排除したことにより、ヒトラーの権力と彼の体制は強固なものとなったと、欧米各国とは、正反対の分析を示した。スターリンがこの事件に強い関心を示した理由は、ヒトラーが国内で、何の咎めも受けることなく、公然と性的を抹殺することができた、という点にあった。前述の政治局会議の席上、彼は次のように述べたと言われる。 諸君はドイツからのニュースを聞いたか何が起こったかヒトラーがどうやってレーを排除したかヒトラーという男はすごい奴だ。奴は性敵をどう扱えばいいかを我々に見せてくれた。スターリンの通訳だったバレンティン・ベレシコフの証言スターリンは1920年代から反対勢力の排除を目論んでいたが反撃に遭うことを恐れて躊躇していた。事件は 彼に反対勢力を徹底的に根絶する決意を固めさせたと言われる。政治局会議から5ヶ月足らず後の1934年12月1日には、スターリンの有力な後継者かつ潜在的なライバルと目されていたセルゲイ・キーロフが暗殺されている。キーロフ暗殺を契機に、スターリンはソ連全土で大粛清を展開していくことになる。この他にも、 レームと親しかった先生術師カール・ギュンター・ハイムゾートも殺害された。音楽評論家のビルヘルム・エドワルト・シュミットは、シュミットの名を持つ突撃隊幹部と誤認され、犠牲となった。レームをはじめとする犠牲者の遺族には、年金が送られ、異部が行われた。しかしレームの母親は、息子が同性愛者であるとされることを拒否して、年金を受け取らなかった。 ありがとうございます。